加古川日本毛織社宅建築群は、兵庫県加古川市加古川町本町に位置する、明治末期以降日本毛織が造成し、管理している、社宅群。近代の住宅建築及び都市計画の一、典型として重要。日本毛織社宅取り壊されます。1899年、日本毛織加古川工場の創業に合わせて造成が、開始され、 敷地中央の児童公園を中心として整然と仕切られた区画に、明治末期昭和初期に建造された木造溶岩、一戸建て及び平屋、または二階建ての長屋、超下風の木造家屋が立ち並ぶ。洋風建築のうち、児童公園北側に面する二棟は、西側の棟が、服部長七設計により、工場創業前年の1898年に建設され、 その後この地に移築された、旧日本家織加古川工場事務所であり、東側の旨は、偉人館は現在、日系社宅クラブという集会場として用いられている。ほか、加古川市が、その観光資源を選定した、我が町加古川六十線の一つ、霊後春日神社、日系社宅クラブの要素となっている。敷地南側には、 和洋折衷形態の上級職用一個建てもあるが、こちらはレンガ塀に囲まれている。他方、大部分を占める和風建築のうち、一個建ての形態のものはレンガ塀もしくはブロック塀で、長屋風のものは板塀で囲まれており、未舗装の砂利道と並んで、戦前の工場社宅建築の風情を非常によくとどめている。区画内は、 完静な住宅街であるが、周囲は北東に、日本県折旧加古川工場正門、加古川本流河川敷佐岸土手、春日神社、国道2号及びその加古川都下橋である加古川橋、本町商店街に囲まれる。以前は、旧加古川工場をハブとしたトロッコ用鉄路網が存在したが、住宅群と旧加古川工場正門との間にはその意向である。 国道2号をくぐるトンネルが残されており、鉄路が撤去された今でもトロッコ道と通称されている。この工事は住宅群の南西側に隣接する兵庫県立加工川西高等学校に通学する学生の格好の通学路となっている。また、南側は水量豊富な用水路で一般の住宅地と仕切られ、水路沿いにはレンガベが続き、敷地内が 自治的な雰囲気を醸す一員となっている。交通支弁の地であり、JR 西日本山陽本線加古川駅からも資金であるため、工場社宅群としては、比較的訪れやすい立地にあり、建築愛好家の訪問が多い。なお、敷地から中心街路沿いに南西400メートル先には、標庫圏景観形成重要建造物に指定されている。 加古川市立加古川図書館が立地するなど、敷地周囲は日本家織の企業城下町としての王子を忍ばせる建築が点在する。区画内の植え込みや各家屋の庭には黒松、染井吉の柿カ神ナなどが植えられ、開花期を中心に多くの市民や写真愛好家を集めている。また、その町並み保存度の高さから映画、ホタルの墓、映画、少年チ』 映画、夏の終わり、テレビドラマ、砂の器、連続テレビ小説、マッサンなど、映像作品のロケ地としても用いられるなど、観光資源としてのポテンシャルも高い。戦前期の社宅様式がそのまま体感できる、国内でも、ケウの住宅群である一方、今後の保全については、危機的な状況である。2007年には、景観の重要な要素である砂利道のうち、 敷地南北を貫くメインの街路に数個の原則帯が設置された上アスファルト舗装され、風景が一変した。さらに、上気映画ロケの主要舞台となった敷地南端の洋水色添いの和風建築二棟は、明治期に建築されたと推定される住宅群令名器の建造物であったが、2011年3月の加古川市東張馬県民局、 加古川観光協会連盟での保存要望書も虚しく老朽化を理由に同年5月に解体された。その他の建築群も空き家となっている物件が増加しており、建築学的特徴や景観の保全に配慮しつつ、一般の町やブームを活用するなど、社宅以外の用途を模索することが急務となっている。なお、加古川の対岸に位置する稲並工場の 社宅建築群はすでに街並みごと取り壊され、2006年にはロックタウン加古川という商業施設及びその駐車場となっている。ありがとうございます。